2022オートバックススーパー GT ラウンド2ファブホテル富士 GT450 キロレースこちら GT500 クラスで見事予選2番手を獲得いたしましたリアライズコーポレーションアドバン Z のお二人に来ていただきました。よろしししくおお願願いいままますす、まあ、ずは Q1 でアタックを務めた佐々木選手、自身のアタック、振り返ってみてみいかかがですかそうですね、練習走行では9番手っていうことで、ちょっと車のバランスにも、ちょっと納得してないところがあったんですけど、予選に向けてはしっかりエンジニアと日立さんのアドバイスも受けて、しっかり合わせ込むことができて、自分としてはいいアタックができたのかなと思ってます。 はいいありがとうございます。では、そんないいアタックができた佐々木選手からバタンを受けて、えー、Q2 をアタックした平田選手自身のアタックを繰り返ってみていかかがですかそうですすそうね。まあ、Q1 で大樹がすごいあのいいアタックしてくれてあの、まあ、岡山の時もそうなんですけど、まあ、Q1 で、ね、あの Z 勢トップで帰ってきてくれたんで。 もう毎回のようにすごいプレッシャーを与えてくれるんですけどもあのそれがすごくいい方に進んでいて、まあ、あの本当に車もマシあのタイヤもあの調子がいいということを彼が証明してくれるんで、まあ、自分もその Q2 に向けてもう思い切って、えー、アタックすることができるので、まあ、そんな中でああ、まあ、Q2 行ったんですけど、まあ、自分の中ではちょっとミスもあったりもしたんですけど、まあ、それでもまああのファーストロー取れたんであのまあ本当にまあここまで作り上げてきたチームとあー横浜さんには感謝しています。はい はいありがとうございますで、まあ、明日の決勝についてなんですけれども、まあ明日は450キロという初めての距離になると思うんですけれどもでまたちょっと気温も例年のゴールデンウィークの富士よりかは低いのかなという印象があるんですけれども、まあ、そんな中、まあ、今回予選を見ていると横浜タイヤーさんすごい合ってるのかなという感じも受けるんですけれども、まあ、そういったところも踏まえて明日の決勝に向けて何か意気込みだったりとかこういうところを見てくれというところがファンの皆さんにありましたら一言いただけたらなという,ふうに思いまますではまず平手選手選からお願いします。 そうですね、まああのまあ、ここの富士を、ね、この Z で走るのは初めてになるのであの正直まあやってみないと分からない部分はあるんですけどもあの本当にこの今年入ってからまあ開幕戦岡山も含めてあのまあ横浜太ヤさんがあの素晴らしいタイヤ作ってきてくれてあの決勝もあの遜色ない感じであのまあ戦えてはいたので、まあ、開幕戦は、ね、あの不運な接触であのレースだめにしてしまったんですけど。 まあなんとかこの富士はあまあ開幕戦の分までしっかりとえ走れるように明日精一杯2人でえーゴールまで走りきりたいなと思うので、まあ、なんせねこうファーストローからスタートなんで、まあ、スタート直後からあのいいレース展開を自分たちで作っていけて、まあ、なんとか表彰台に乗れるようにえ頑張りたいなと思っていいいますはいはい、ありがとうございます。 では佐々木選手ののの方からも一言ファンの皆さんにお願いしますす、はいえー、明日のレースですね、まあ、横浜タイヤとしてその予選の一発ももちろんそうなんですけども本当にシーズンオフからあのロングランをなんとか早くいけるようにということを開発を進めてきて、まあ、もちろんまだまだ足りない部分もあったりはするんですけども明日のレースに関しては、まあ、自分たちの選んだタイヤも今ある中では自信があるので、まあ、その中で自分たちがまあベストを尽くしてまあ最後に どの順位に入れるかはわからないですけども優勝を目指して頑張りますので450キロ長いですけど応援よろしくお願いしますはいありがとうございますえー、では明日もいいレースいい走り期待していますお二人ともありがとうございましたありがとうございました,ました頑張ります